はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、ハヤトリソーの株分けをしていきたいと思いますので、ぜひね、ご自宅でハヤトリソーこれ増えてんじゃねって思う方は、ぜひ株分けをして増やしてほしいなと思ったので、今回は動画撮っていこうと思いますので、興味ある方はぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは早速株分けをしていきたいと思います。はい、ということで今回は株分けの動画をしていきたいんですけれども、まあ、なんで株分けを急にやるかっていうと、ちょっとね、私こう増やし用の栽培場を作りまして、増やし場の栽培場を作ったら増やさなきゃいかんだろうということで、株分けできそうな株もね、最近株分けなかったんですよ。なんでかっていうと置き場所がないからですが、まあ、一応最低限のね、生育環境、まあ、最低限というか本当ライトつけただけなんですけれども、まあ、ライトつけて、まあ、それなりに育つ環境だけは作れたので、今回はね、そこに株を分けた子を並べてみたいなと思っております。はい、では早速株分けしていきましょう。はい、今回分けるのはこちらですね、バリエガータ菌になります。まあ、分ける前のポイントとしては、まあ、見分け方ですね。ここが成長点ですよと。こういう新しく芽が出てるところね、これ。で、なんか一個だけ変なところから生えてるじゃないですか、こんな感じで。はい、これが一応株分かれしてる状態ですね。これもどこにつながってるのかわかんないけど、もしかしたら分かれてそうですね。うん。って感じで、まあ上から見ただけで結構、分かれてるかどうか分かるので、まずこれで判断してから鉢からね、抜くようにしましょう。じゃないとね、ストレスかかっちゃうので。で、まあ今の時期植え替えしていいのか問題なんですが、うちはね、室内クーラーついてるんで大丈夫ですけれど、もし外管理で結構もう暑くなってる地域ですって人は、まあ、ちょっともうどうなんだろうっていう感じですかね。ハエトリソウはまだいいかもしれないけど、他の植物はもしかしたら危ないかもしれない。うん、ハエトリソウもね、ちっちゃいやつ、それこそ今から分けようとしてる子なんかは、あんまり暑い日に分けて外管理しちゃうと結構やられちゃったりするので、ちょっとこの時期の株分けも十分注意してください。はい、じゃあ早速分けていきますね。まあ、うちはピートモスで植えてるので、こんな感じで全然用土劣化してないんですけれど、本当は使い回したいぐらい。ゆっくり鉢から出していきます。まあ言うてまだ植え替えて何ヶ月だろう、全然まだ経ってないのでね、あんまりこのタイミングで植え替えるのはちょっともったいない気もするんですけれど、まあ増やすためにはしょうがないですね。うわ、すごいな全然出てこない。はい、ということで根っこはこんな感じ。まあ結構しっかり張ってくれてますね、だいぶ長いまあ、なので上も結構安定して育ってくれてるかなって感じがします。で、まあこっからね、分け作業なんですが、そうですね、はい、じゃあ分けましょうか。もうここでね、これ成長点分かれてるの分かります？これね、こうついてないのかな、大丈夫かなちょっとここで引っ張ってみますね。なんかで外すときちょっと心配な方は、これ以前動画で教えてもらったんですけれども、なんか爪楊枝とかを使って、その割りたいところ、割りたいところにこんな感じで爪楊枝を入れてあげて、パキッと。という感じで、とりあえず半分に分けることができました。で、あとは、まあ、一応これも2つに分かれてるっちゃ分かれてるんですけれど、なんか頼りないので
ここまでにしときましょうか。でちょっとこの腐りそうな部分というか枯れている部分もちゃんと外しておいた方がいいみたいです。こうやって爪楊枝入れると簡単に取れるので、こういうのなるべく取っといた方がいいですね。でまあ一応こういう枯れ葉とかは剥がせるんだったらこんな感じで剥がしちゃった方がいいんですけれど、無理に剥がせないときは植え替えた後にカットしてあげるだけでもいいのかなっては思います。はい、まあとりあえずこんな感じ、こんだけ根っこ張ってれば多分大丈夫だと思います。はい、ということでね、早速こちら植え込んでいきたいと思います。用土はさっきのまんまなんですが、まだそんな劣化してないのでこれをそのまま使いたいところではあります。似たような用土使うのでね、今回も毎回このたんびになんか用土を捨ててたらもったいないのでね、まあ植え替えの仕方はいつも通りですね。こんな感じでピートモスを敷き詰めて、はい、でここに穴を開けて、はい、とまあこんな感じで植え込めました。であとはこの上からね、水しっかりかけてあげて、なるべく土の中の汚い汚れとか、あと水かけてあげることでピートモス結構隙間がねキュッとなってくれるので、そういうのをしていきたいなって思ってます。はい、じゃあ問題ね、小株の方なんですけれど、ちょっと増やすコーナー全部これでいきたいと思ってて、理由は小さい方がたくさん置けるからですね。はい株のサイズとかではないです。まあ、一応ね、二号鉢でも育てられることには育てられるので、まあ、ただ乾きやすいっていうデメリットはあるんですけれど、その分しっかりお水やりをしましょう。はい。ということで、もう早速ね、こんな感じで入れて、で、しかも今回は、サラサラ用土で、いきます。一応こういう育て方もできますよっていう、推奨してるわけではないんですけれど、まあ、ぶっちゃけ土だったらね何でも言ったらあれですけれど、まあこういう砂利用土のいいところって植え直しとかが楽で、こうちょっとね抑えながらこうトントンしてあげるとね埋まってってくれるっていうこれが結構便利だったりします。はい、でこのままだとグラグラもちろんしちゃうので、しっかり水かけてあげて、で汚れとかもねこれちゃんと落とさないと、結構この砂利系って汚いので、うん、それで植え込んであげて完成になります。では早速ね水かけていきたいと思います。はい、ということで水で綺麗に流してきました。まあ可愛いでしょうこの鉢もで一応言っておくと、私分かっててやってるんですけれど、ハエトリソの根っこって先ほど見た通り結構下にしっかりね長い鉢がで長い根が張るんですよね。なのでこういうプラ鉢を私は使っております。こういう短いね鉢だとどうしても下には伸びれないので、まあ、少しそういう面では生育良くないって思うかもしれません。はい、なのであんまり私はこの植え方を、まあ、推奨はしないかなと。私はあくまで増やすメインの話で、こういうちっちゃいポットに植えてバーってたくさん並べてみたいなと思ったので、こういう植え方をしております。まあ育たないわけではないと思うので、うん、まあ、推奨はしてないですよ。はい、何度も言いますが、絶対こういうプラ鉢使ってあげた方が生育いいとは思います。ただこういう小株はね、こういう二号鉢とかちっちゃめの鉢からスタートすると、まあその分ね水吸いもしやすくなったり乾きやすくなったりで、結構育ては安いと思うので、ちっちゃいのは意外とこういうのおすすめかもしれません。でかいのはね普通にこういうプラ鉢使った方がいいと思います。はい、じゃあ早速ねこの子を新しくできた新居にお引越しさせていきたいと思います。はい、ということでこちらが新しい新居になります。全部同じ鉢でこんな風に昨日から植え替えを始めております。
これちなみにファランクスですね。これもファランクス。ちょっと調子崩してたんですけれど、ワーウルフ。ヘリアンフォラ。はい。という感じで、まあ結構、ライトの距離近めで、しっかり光を当てて管理しているって感じになります。はい。このトレイいっぱいにはね、何か物を増やしていきたいなと思っておりますので、まあまたね、この、ここの様子増えてきたら、随時紹介していこうかなと思いますので、ぜひ引き続きね、まあ、この後ここがどうなるか気になる方は、よろしかったらぜひチャンネル登録していただけると、続きがね、見れると思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあ本当トレイとライトつけたってだけなんですけれども、一応部屋の風動かしてるとはいえね、ここはちょっとあんまり風通し良くないので、まあそのうちファンとかもつけなきゃいけないのかなとか思ったり、まあ毎朝なるべく換気でどうにかなるのかなっても思うんですけれども、はい、まあまた随時ねここは更新していこうかなって思います。はい、今日はここを紹介したかったので、株分けの方をさせていただきました。まあこの子たちがね次どう大きくなるか楽しみだと思いますので、ぜひねまたこちらの動画の、次回の動画、ここの次回の動画もぜひお楽しみにお待ちいただけたらなと思います。今回の動画ちょっとでも参考になったと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さんもたくさん増やしてね、食虫植物畑をぜひ作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。